初戦に挑む広島東洋カープのメンバーです。
続きまして国歌斉唱を行います。本日国歌斉唱を務めていただきますのは2014年は始球式を勝った団体シンガーソングライターの牧原敬之さんです。お越しの方はどうぞ国立トラックの上スコアボード上のセンターボールをご覧ください。続きまして両チーム監督へ花束の贈呈です。花束は日本でも大きく盛り上がりましたリオオリンピックに女子ホッケー日本代表桜田を出して出場した広島をホームランとするエカコーラウエストレッドスパークスの三橋亜希さん西郡健さんに贈呈していただきます。それではお願いします。以上でオープンセレモニーを終了いたします。監督、コーチ、選手の皆様はベンチをお願いください。さあ、まもなく2016マツダクライマックスリーグ、ファイナルステージの開幕です。試合開始まで今しばらくお待ちください。